ドラフト6巡目指名、信楽明文投手。1991年12月26日、宮崎県にて誕生。体が大きく元気いっぱい、思いやりのある優しい子供だった。信楽の野球との出会いは、小学校2年生の冬。宮崎バファローに所属し、最初のポジションはキャッチャーだった。県大会ではチームの4番、そしてキャプテンとして準優勝に貢献した。中学校でも4番とキャプテンを務めた信楽は、日南学園高校に進学すると本格的にピッチャーに転向、エースの座をつかんだ。寮長も務め、チームの中心的存在だった。福岡大学では中継ぎ、抑えとして活躍。明治神宮野球大会出場や全日本大学野球選手権大会ベスト8入りに貢献した。途中卒業後は宮崎梅田学園自動車学校に入部。野球と両立し自動車教習所に勤務。今年夏の都市対抗野球大会には JR 九州の補強選手として出場した。制球力とマウンド度胸を兼ね備え、一番の武器は通信。安全運転を教えた信楽がプロでは安定投球で見せる。さあ、それではファンの皆さん、一言お願いします。ロッテファンの皆様、こんばんは。ドラフト6位指名、信楽明文と申します。1年目から、大活躍できるように、精一杯頑張っていきます。応援よろしくお願いします。先ほど担当の山口監督のコメント、通信が武器、さらに制球力、マウンドの強化も兼ね備えている。先発として安定した力を発揮してくれることを期待している。宮崎梅田学園では自動車学校の教官を務めるなど異色の投手、性格も大らかで生徒からの人気の高いカリスマ教官。社会人時代は安全運転を教え、プロでは安定投球をファンに見せるということでございます。さあ、信楽投手、ね、改めてプロの意気込みをよろしくお願いいたします。はい、厳しい世界だと思いますが、この新人に誰にも負けないように1年目から、先発として活躍できるように頑張ります。よろしくお願いします。ご自身の一番のセールスポイントはどうでしょうか。はい、通信でも武器にやっていきます。またサービス選手も非常に面白い、マウンド上では速度違反をしつつ演奏しないようにしたいというようなコメントとかありますが、結構喋りに関してはいろいろと皆さんに期待されてるんじゃないでしょうか。そうですね、プロの世界でも交通安全というのを広めてやっていきたいと思います。また自分自身でのリリーフカー運転というのもちょっと視野に入ってるみたいですけどどうでしょう。